林業水産課からお知らせします。今回は高崎山セラピーロードについてご紹介いたします。まず森林セラピーについて説明いたします。皆さん森林浴といった言葉を耳にしたことがあると思いますが、森の中を歩くと清々しい気持ちになったり、精神的にも安らぎを覚えることが古くから経験的に知られていましたが、それを裏付ける科学的なデータが少なく根拠が整っていませんでした。しかし近年研究が進み、森林部では心身をリラックスさせ体の免疫機能を向上させる効果が分かってきました。森林セラピーとは、科学的な証拠に裏付けされた森林浴効果を言い、心と体の健康づくりや疾病の予防を目的としております。現在全国に65箇所の森が森林セラピー基地セラピーロードとして NPO 法人森林セラピーソサイティより認定されています。大分市は森林セラピー基地と9つのセラピーロードの認定を平成24年に受けています。大分市のセラピーロードでは、本格的な登山コースから比較的傾斜も緩やかな散策コースまで、ご自身の体力に合わせて森林セラピーを楽しむことができます。そして今回はその中でも人気のある高崎山セラピーロードの紹介をしていきたいと思います。高崎山セラピーロードは瀬戸内海国立公園に指定されており、ニホンザルの生息地として全国的にも有名ですが、実はトレッキングコースとしても人気があります。コースは南登山口から片道約 2km、 時間として約45分です。山頂に至るまでには大きな一枚岩や青木のトンネルなどがあり、壮大な自然を体感することができます。また至る所に絶景ポイントがあり、ポイントによって見える景色が違ってくるので、景色を楽しむのも良いでしょう。山頂ではかつて四方が見渡せることから始発山と呼ばれたその眺望を楽しむことができます。別府湾や国東方面、湯布岳や鶴見岳など別府市内を一望することもできます。また山頂付近には大友市の山城であった高崎山城の遺構を見ることができ、タイミングが合えば野生のニホンザルに会うこともできます。セラピーロードを歩くと森の癒し効果を五感で感じるためのポイントを示したピクトグラムが設置されています。こうしたものも活用しながら山頂までの道のりを楽しんでいただきたいと思います。今流れている動画の前編は大分市公式動画チャンネルや大分市公式 YouTube でご覧いただけます。ぜひ美しい高崎山の景色をお楽しみください。また毎年5月には高崎山セラピーロード山開きを開催しております。参加費は無料で、参加される方は大分駅から銭亀峠まで送迎バスをご準備しておりますので、ぜひご参加ください。最後に高崎山セラピーロードのルートをご紹介します。まず銭亀ルートですが、銭亀峠駐車場から南登山口まで徒歩で15分。南登山口にも駐車場は6台分ほどありますが、銭亀峠から南登山口までの道幅が狭いため、銭亀峠に駐車して歩くことをお勧めします。次に梼原ルート、田野浦ルートですが、それぞれ徒歩で山頂まで2時間歩くようになりますので、時間をかけてしっかり歩きたい人におすすめです。大分市では森林セラピー体験ツアーなど各種イベントを開催しておりますが、毎回定員より多くの参加申し込みがあり、残念ながら参加できない方が多くなっております。そのため今年9月より森林セラピー個別案内を始めました。これまでイベントごとに参加者を募っていましたが、個別案内では家族や友人など少人数グループでお好きな日にちコースを選んで森林セラピーを体験することができます。参加料は1グループ3000円で、最大5人まで申し込むことができます。コースは高崎山セラピーロード、霊山セラピーロード、押し鳥渓谷セラピーロードの3コースから選べます。
参加されたい方は希望日の10日前までに電話や大分市森林セラピーホームページにてお申し込みください。ぜひこの機会に高崎山に訪れて森林セラピーを体験してみませんか。イベントや個別案内での申し込みをお待ちしております。